はい、全部本当に配ってます。はい、でね。あとはえっ、ー、と、これは、えー、お金が欲しい人に言,言おうと思ってることなんですけど、これマジこれ別にネタとかじゃなくてマジレスすると前澤さんが、えー、今年中にフォロワー全員にお金配りします。って公言したんですよ。それっていうのはえっ、ー、と。 ででででももしししててますすさんんのノートでもしてるんですよねで僕はいろいろあって前澤さんにブロックされてしまったんでフォロワー全員お金配りは応募できないんですけどえマジでお金が欲しい人がいたら前澤さんをフォローすることをお勧めします多分前澤さんグラスぐらいになるとえ本当に多分やると思うんですよそこは素直にもうさすがにそれやらなかったらまああの人シャバすぎるってやばいと思うんでまあ後に引けないと思うんですよもちろん僕も見てますし多分ひろゆきさんとかも見てると思うしいろんなユーチューバーとかインフルエンサーの人が前澤さんがちゃんと公約を果たすかって見てると思うんで僕さすがにやると思うんですよねだからこれから、ね お金欲しいとかお金にちょっと困ってる人とかは前澤さんをフォローしといた方がいいと思いますもしこれでやんなかったら多分大問題になると思うし関係各所からめちゃくちゃ叩かれると思うんですよだってあの立場の人が嘘つくって結構やばいですからねうん。 で、今散々ね、えっ、ー、と、なんか偽善者だとか、なんか所得格差なくそうとか言ってね、フォロワーの人をらしたりとか、えー、結局なんかヘルユキさんのパソコンのやりとりでフォロワーがいないとダメだってなんか言ってみたりとかね、えー、あの、結局、偽善者じゃんみたいになってるんですよ、流れが。だから僕はそこは多分さすがにやってくるんじゃないかなと思うんですよね。やんなかったら結構やばい詐欺師ですよね。うんで、あの、さすがにね、やらないっていう、やらないっていう声も今コメント聞きてますけど、あの、多分やると思いますよ。まあ、多分実際に、あの、別に前澤さんって、あの、そもそもその、なんだろう、 日本社会のためにとか、所得格差をなくそうとか思ってたら、ぶっちゃけ、えー、とフォローリツイートでフォロー条件とかつけないんですよ、もうその時点で、えー、となんかもう言ってることがめちゃくちゃなんですけど、さすがにメンツがあると思うんで、そこはやってくると思います、もしやんなかったら、その時はもう多分終わりだと思うんで、もう宇宙にずっと行ってらっしゃいって感じですね、はい、でも僕はやると思います、まあね、いくら配るかなんですけど、最低限、前澤さんぐらいになると、1万円以上は配らないと、示しつかないんじゃないですかね。 でフォロワー、例えば今1000万人ぐらいいますけどまあ10 0万人10分の1が応募したら100億円か、うん、まん、まあ、そんぐらいお金はあるんじゃないですかね、わかんないですけどね、まあ、少なくとも10万人でも10億円ですからね、まあ、それぐらいやってもらわないと、あんだけ偉そうなこと言ってるんだったらね、でそれでみんながハッピーになれば僕も嬉しいし、日本国民みんなハッピーになるからいいんじゃないですかね、だから前澤さん、楽しみにしてます、僕は残念ながら、えー、ブロックされてるんで応募できないんですけど、福は作って応募しちゃおうかな。はいえー の「ために強くなれる」